要するに、はい、こういうな真夜中の間の時間帯、はい、ということで集まりました、こういうナイトの時間帯です。今日の出演者をご紹介いたします。まず、前衆議院の長尾隆さんです。はい、皆さんこんばんは、よろしくお願いします。小泉先生の経論の魅力で、はい、しびれてしまいました。いやいやいや、なんかいきなり振られたんでね、長尾さんから長尾さんに、いやなんか先週来週僕がやるからさっておっしゃってたような気がする。そうですか。なんかあんまりあれだな、軽口は叩けないな、はい、意外とそういうところは結構聞いてる方なんで記憶力がいいんですね。参ったな、忘れてるかと思ってましたけど、ね、ほとんど冗談で言っただけなんですけどね。そして、中野区議会議員の吉田浩一郎さん、お見えになってますか。はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。どうも、はい、今日もよろしくお願いします。はい、そして、司会進行は、榊由衣さんです。はい、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。はい、謎の美女です。はい、謎でございます。はい、それでは先生、はい、どうぞ。はい、ライブ冒頭に告知をさせていただきます。現在 YouTube の AI から広告制限を受けています。番組配信が危機です。改めてメンバーシップ登録、概要欄の専用ページからクリック募金で応援お願いします。なお現在制作支援5万円以上の方に記念品を贈呈中です。この機会に応援お願いします。またご支援くださる企業様がいらっしゃいましたらご連絡ください。 X では月額3ドル438円にてサブスクリプション動画配信を新たに開始しました。配信内容はニコニコ文化人と一緒で YouTube では話せない危ない話を配信しております。ぜひこの機会にニコニコと Twitter のフォローをお願いします。また番組情報やすべてのお宅の情報をメールマガジンにて配信中です。ぜひこの機会にご登録をお願いいたします。本日も22時から23時が一般公開ライブです。23時から23時15分がメンバーレベル2限定ライブです。お願いいたします。そして本日のヘッドラインです。一般公開ライブでは岸田政権自民党の異変、そして現実野党と劣化野党、中露北の脅威、そしてメンバーレベル2限定ライブでは米国の崩壊というようなラインナップで参ります。それでは早速なんですが、西村先生、先週は日本対ドイツのサッカーをみんな見ようねというお話をしてくださいましたけれども、はいはい、そうなんですよ。ちょうどね、試合始まる何時間か前だったんでね、5時間前ぐらいか、はい、そうなんですが、それで見た人いるんですかね。私が言ってね、見ろって言って、で3時半まで待ってられねえよってみんな言う、ソース感食らいましたけどね。それでご承知のように、日本は4対1で、まあ、正確に言えば1対4なんですね。ドイツのホームの試合なんで、1対4で日本が勝ったわけですが、はい、その結果ですね、監督がですね、彼はバイエルンミュンヘンで黄金時代を作った監督でね、ドイツサッカー界としても要するに、なんて言うんだろう、貴重な人材だったんだけど、ですから去年のカタールワールドカップでね、グループリーグ敗退してもクビにならなかったんですよ。でクビにならなくて、それで実はね、来年ドイツはヨーロッパ選手権を開催するんです。ユーロっていう大会です。でこれはヨーロッパの国にとってはワールドカップと同じぐらいの意味がある大会で、だからヨーロッパの国で羨ましいのは、ね、2年ごとに来るんですよ。ワールドカップは4年ごとでしょ。でその、中間点にユーロがあるんですよ。2年後、だからワールドカップにその2年後にユーロがあって、そしてその2年後にワールドカップってね、もう本当にね、ヨーロッパに住んでたらもう楽しくてしょうがないんですよね。まあそんな話はいいんだけど、それで来年ドイツがユーロを開催するんで、どうしても優勝したいわけですよ。でそのためにやはりその2大会連続してワールドカップでね、グループリーグが敗退、ドイツをなんとか立て直さなくちゃいけないっていうのがあるんで、それで監督がクビにしなくてですね、その立て直しの第一歩として去年負けた日本を招いて、それでめちゃくちゃに叩きのめすっていう、そういうプランだったわけですよ。それで1億円のギャラ日本代表に払ってね、それで要するに交通費だとか宿泊代とか全部ドイツ持ちで
招待されたわけ、日本が。そういう中で行った試合で4対1で勝っちゃったわけですよね。でその結果ですね、見事に、監督はですね、クビになりました。はい、これですね、フリック監督、123年の歴史で初解任、日本に惨敗後、私は正しい監督、続投志願も、まあ、これね、あの試合終わった後の記者会見で、私は正しい監督だって言ってたんだけど、さすがにあのドイツサッカー協会はですね、クビにせざるを得なかったんですね。まあ、こんなことがあって、それ面白いのは、この3日後にですね、ドイツ代表はフランスとやったんですよ、強化試合ね。それでも日本に1対4で負けてるんで、ボロ負けするんじゃないかって言われてたら、フランスに勝ったんですよね。で、それはあのフリック監督じゃなくて、暫定監督がやったわけですけど、それでまたね、ヨーロッパではね、新しい話題が騒然としてね、日本はもしかしてフランスより強いのかなんて、ね、そういう話題が実は、ネタになったというね、まあ、そんなことが1週間、この1週間起きたことなんですね。はい、ということで、はい、ありがとうございました。はい、それでは、はい、いよいよ発売になります。23番お願いいたします。はい、いよいよ9月19日発売になります。予約発売開始。安倍晋三目次録、安倍晋三回顧録をどう読むべきか。安倍元総理暗殺から1年余り、可視化する日本と世界の危機。安倍氏の死後、妖怪する日本と世界の混乱が浮かび上がる、そんな危機を表した目次録が今、ページを開く。ということでございますが、西村先生。はい、どうもありがとうございました、ご紹介。あのね、例えばね、今あの新しい政党ができて、まあ、百田新党と呼ばれていて、日本保守党という名前になりましたよね。そしたらあのいつの間にかあのツイッターのですね、まあ、今 X っていうのか、フォロワーがですね、自民党のフォロワーを上回ってしまったっていうね、まあ、そんなことが新しいニュースで飛び込んできてるんですが、そういう現象がなぜ起きているのかっていうこともね、実はあの関係あると思うんですよね。あの安倍さん亡くなった後1年余り経って、日本がどん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 おかしくなって、世界中も危機にあふれていると、そんな状況ですよね。それであの金正恩がですね、ロシア行って、大変なことになったじゃないですか。実はあれもあんまり日本で危機感を持って報道されてないんですけど、もう軍事技術はどん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 ロシアから北朝鮮に入ればですね、これ大変なことになるんですね。で、北朝鮮は御の字でね、習近平は一番嫌がってるわけですね、逆にね。さっき中、なんだっけ、中北ロの危機っていう、そういう見出しがありましたけど、今日の番組でね。はい、あのチャイナはとりあえずね、まあ危機は危機なんだけどね、日本にとって。危ない存在であることは変わらないんですが、今それどころじゃなくてね、習近平はね、自分の身が危なくなってるんで、だからあのその点はラッキーなんですよね。その点はラッキーなんだけど、しかしあのロシアとですね、北朝鮮があんな形で結びつくと、これは大変なことになります。日本のこれ、あのそれこそ安倍総理が言ってたあの核シェアリングの問題含めたね、核保有の問題っていうのは、これ現実味を本当は帯びなくちゃいけない段階なのに、今の政権にはそういうことを考えられる能力があるかどうかっていうことは非常に不安ですね。ということです。はい、はい、そしてですね、西村先生のご紹介していただいた記事に参りたいと思います。ミッドウェー海戦で大破、ハワイ沖で日本軍によって沈没された空母赤城を米国人歴史家が水深5000メートルで発見という記事なんですけれども、はい、見つかったんです、突如として。これね、実はね、前からこういうことをよくやっててね、フィリピン沖でもね、実は戦艦武蔵をね、アメリカ人がやっぱり見つけてるんですよね。で、金があるからそういうことやってるんだけど、本当はね、日本人がこれやるべきですね。で、ミッドウェーで大破した赤城は、実はあの横須賀まで曳航する予定で、曳航してたんですよ、はい、ミッドウェー海戦の後ね。ところがもうダメで、それで日本軍によって、爆破されたんですが、深海5000メートルのところに、赤城がちゃんとあるんですね。で、これをこれ発見した人のツイートなんですけど、これ、下に動かすことできるのかな。
そうするとですね、ちゃんと出てきますよ。で、なぜ私は今日これ紹介したかったかっていうと、この情報はもうだいぶ前に私知ってたんだけど、 NHK が珍しくこれを今日のニュースでやったんですよ。それでびっくりしちゃってね、よく NHK がやったなと思って。まあということです。はい、いろいろこれ歴史の、まあ、歴史のこうことが紐解かれるんでしょうか、こういうことによって。いやそれは紐解かれることはないですね。赤城が沈没したのはその日本のまずいミドウェー作戦、ミドウェー海戦の時のまずい戦術が原因で、無防備の状態で、ボコボコにやられて、大敗しちゃったわけですから。それで空母4隻失ってね、これが要するに大東亜戦争のそのターニングポイントになったわけですよね。で、まあ、それを象徴する赤城だということなので、そういう意味では非常にこれは、まあ、歴史の教訓としてね、我々は捉えなければいけないものだと思います。分かりました。はい、それでは現実世界に戻ってまいりたいと思います。はい、過去じゃなくてね、過去ではなくて、はい、はいはい、岸田政権、自民党の異変です。岸田内閣改造人事、副大臣&政務官も判明ということです。1番です。派閥均衡、ライバル囲い込み、首相、総裁、再選への内向きの内閣改造、西日本新聞の記事です。岸田文雄首相は内閣改造、自民党役員人事で党総裁選のライバルとなるポスト岸田の茂木幹事長や河野デジタル相、高市経済安全保障担当相らを囲い込み、動きを牽制する一方、各派閥に配慮した総裁選再選シフトを指揮、女性の積極登用で刷新感を打ち出した。ただ政治と金の問題など古き詰まり、支持率の回復につながるか効果は未知数だということです。そして2番もあります。副大臣政務官に女性ゼロ、飛び級入閣の加藤愛子氏ら影響かということです。毎日新聞の記事です。政府が15日発表した副大臣26人と政務官28人の人事で女性の起用はゼロだった。過去最低に並ぶ5人の女性閣僚を起用した内閣改造とは対照的な人事となり、野党からは批判の声が上がったということなんですけれども、ですね、新副大臣と政務官の顔ぶれをさらーっと見ていきたいと思います。スタッフさん出せますでしょうか。はい、こちらはですね、自民党のホームページからです。上から見ていきたいと思います。はい、これ大臣ですね、ごめんなさい、副大臣の方をちょっとクリックしていただけますでしょうか。はい、はい、ですね、まあ、お一人読まないです。さらーっとこう見ていきたいと思います。顔ぶれが決まりましたので、見たことある人も、あ、この人誰っていう人もいてですね、サラサラと見ていきたいと思います。副大臣の方々が決まりました。自民党と公明党で結局固められたんだなというような感じがいたします。はい、いかがでしょうか。はい、はい、そして、はい、政務官の方です。政務官の方クリックしていただけますでしょうか。はい、なかなかマニアックだね、政務官と副大臣をこうやって並べるなんて。はい、まあ、有名というか、お父さんが有名な人も今いました。はい。うん、この人も。いや、びっくりした。柿沢さん、いつの間にか自民党にいたんだね。そうなんですよね。知らなかったよ。そうですよね。はい。このような顔ぶれの方が決まったということなんですけれども、はい。ここまでで、西村先生いかがでしょうか。西村先生、うん、今回の内閣改造人事、はい、まあ、僕は一言で言えばですね、はい、岸田首相の存命内閣っていう感じがしますよね。自分の命を守るための組閣だったという気がするんですが、ただいい人事が2つあったですね。それは、外務大臣と防衛大臣です。それは評価したいですね。ということなんですけど、これ今の政務官副大臣含めて長尾さんのやはりこれ見解ぜひお聞きしたいですね。まあ、大臣はいろいろな方がコメントしてらっしゃるんで、はい、私もコメントしたんで、副大臣あと政務官ちょっとコメントするとですね、例えば LGBT 法に非常にこう慎重であった方がお三方入ってますね。ここはどう読んでいったらいいのかっていうのもまたあるような気がします。あとね、抜擢といえば、
厚生労働大臣専務官の塩崎さん、これ元厚生労働大臣、あと安倍政権で第一安倍政権で官房長官をやられた塩崎康久さん の子供さんですね、一昨年の衆議院選挙で初当選で、あと平沼さんですね、これは皆さんご存知の平沼武雄先生の、息子さん、平沼先生が引退されたん でこの方が政務官に初めて、入られ、何の政務官ですか、平沼さん、さっき何て言ったら外務大臣政務官だったかな、これおそらくね、それであとですね、はい、あ、どうぞ、はい、一般の方はね、多分ね、政務官って言われてもね、なんだか分かんないと思うんですよね、何をやる人なのかっていうことが。で、ちょっと簡単にその説明をしていただけると、視聴者にありがたいなと思うんですが。はい、そうですね、副大臣の政務官の違いとか、政務官っていう、はい、はい、どうぞ。あ、私ですか。はい。ちょっと今電波がおかしかったんですけど。だから政務官っていうのはどういう、何をする人なのかっていうのを一般の方はあんまりご存じない。何をする人。どういう、何をする人っていうと、ちょっとどういう役職なのかってことですね。あ、役職、いわゆる政務三役というのがあって、はい、大臣、副大臣、政務官。はい。で大体物事を決定するときに政務官に最初に相談があって、うん、で、副大臣決裁、最後は大臣決裁っていうような感じ で、まあ、役所でいうと役人のトップは事務次官、まあ、その次が並行という位置づけで各局長と、あとその局を担当する審議官と、まあ、大体このぐらいでざっくりと分かれるんですけども、役人の三役と政治家の三役と、まあ、この辺でちょっと仕事をすると。ですから、まあ、政務官っていうのは大体2回生か3回生が経験するポストで、副大臣っていうのは、まあ、大体3回生か4回生ぐらいをがポストということになりますね。そんなイメージでよろしいでしょうか。はい、はい、どうもありがとうございます。それで長尾さんの、まあ、今回の人事の感想というのは改めてどうですか。大臣専務、いや大臣含めたまあ、さっき言ったとおりです、はい、大臣はまあもう皆さんいろいろおっしゃってるんで、承諾するんで、まあ、派閥均衡、あと来年の秋の総裁選に向けたことを大変絶妙に巧妙に、はい、岸田総裁にとってですよ、巧妙な人事だなと思いました。うん、はい、どうもありがとうございます。吉田さんはどのように解釈されますか。まずですね、まあ、皆さんもおっしゃる通り、岸田さんが自分の保身、政権維持、まあ、他の派閥の方々を取り込んで、まあ、皆さんに、まあ、自分の政権を続けさせてもらおう内閣、で政策オリエンテッドじゃなくて、まあ、自分の権力維持オリエンテッドな、まあ人事をやった、改造だということですね。でそして有権者の、受けを狙おうと思って、まあ、ちょっと前の、内閣が非常に女性の閣僚が少なかったから、一応史上最多の女性閣僚を登用したけど、そもそも、まあ、なんだろうな、政府の中枢に入っていただけるぐらいの女性議員が少ないので、まあ、全部閣僚級に持ってきちゃったから、副大臣、政務官クラスが誰もいなくなってしまった。そこを野党はキャンキャン攻めていると。だけど私個人としては、女性を増やそうとか、女性 何十パーセントとか、そういう、目標を立てること自身は、はい、マイクが小さいんです。ちょっとじゃあ、いいよ。これでどうでしょうか。大きくなりました。はい。大きくなった。だいぶ。なりました。よかった。はい、まあ、
男性だから女性だからじゃなくて能力でもって判断すべきなので、女性を増やしましょうとか、まあ、そもそもそれ自身がトンチンカンだなと思っているんですね。もうきちんと育成のところからしっかりとやるならまだしも、とにかく、女性を閣僚にとか政務官に任命すればいいんだみたいな、お粗末な考え方で野党が、攻めていることについて本当は動揺する必要はないんですけれどもというふうに思います。で、まあ、今言及がなかったですけれども、まあ、今回の人事で多分後で長尾先生からご指摘があろうかと思いますけれども、例の人権担当の首相補佐官というのがどうなっちゃったのかなと、ご指摘は全くごもっともで、こういうところにもですね、形だけ作るけども魂全く入ってない岸田さんの頭の中がよくわかる人事だなと。で、一つだけ褒めるとしたら、元の国民民主党の副党首だった矢田さん、この人は労組の役員だった方でもあるんですが、はい、この方を入れたこと自身は非常に岸田さんの今回の人事で一番良かったなと思っています。はい、榊さんはどんな印象でしたか？そうですね、やはり政務官と副大臣、あれだけたくさんメンバーがいる中で女性が全くいないっていうところですね。まあ、もちろんこれ人材不足というところもあるでしょうけれども、まあ、このあたり岸田さんの本心かなと。女性に対して、実は大して期待してなくて、客寄せパンダン的な扱いをしちゃうのかなと。ただ私も石田先生がおっしゃるように、もともとはクォーター制とか、ね、パリテとか、やっぱり私女性なので、女性ってこう利権に絡め取られづらいですし、そういうのやってもらいたいなと思ってましたけれども、ちょっと政治の世界においては、なんか一定の割合女性をするっていうのはちょっとありえないなっていうふうに、私も石田先生と同じふうに感想を持ちました。うん、まあね、榊さんみたいな女性が増えればいいんだけどね。先生、いや本当にマジな話。そうじゃなくて、だってアファーマティブアクションありきというね、そういう人がやっぱり多いんじゃないですか。もう最近の特に平成に入ってからの教育、学校教育なんてめちゃくちゃだと思うんでね。あんな義務教育受けてたら自然にそうなっちゃうでしょ。男女同数じゃないとおかしいとかね。結局そういう勘違いの生むもとになるんですね。あと先ほど私が最初にね申し上げた外務大臣上川外務大臣と、それと木原実さんですよ、もう一人じゃない、木原実防衛大臣の人事は素晴らしいって言ったのはですね、その裏にですね、もちろん二人は素晴らしいんだけど、何にしろ屈指の親中派であるね林外務大臣がいなくなったっていうこと、それと木原官房副長官がいなくなったっていうこと、その2つもやはり実は大きいんですよね。で、それがなんかあんまりこうどうなんでしょうね、一般メディアであんまり書かれていないような、言及がなされていないような気がするんですけど、その辺はどうですか、何かご意見ある方は。いや、木原さんはですね、はい、官房副長官当時以上に私は力を持ったと思いますよ、今回は。はい、やっぱり岸田総理が手放せない人材だっていうことが如実にやっぱ現れていて、うん、過去前例がない、政調会長代理、幹事長代理兼務、うん、これね、普通ありえないですよね。なるほど。別に規約にないんでね、別に何かの法律だとか党内規則に違反してる話ではないですけど、うん、普通ありえないですよね。ということはね、はい、はい、長尾さん、ということはありえないようなその権力を自民党という、ね、政党の中で得ることになったっていうことですよね。まあそういうことですよね。で、裏返せば、はい、はい、どうぞ。裏を返せば、萩生田さんを監視できるし、うん、茂木さんを監視できますよね。はい、で、お二方ともにですね、秋の総裁選の声が上がる方ですんで、こういう点でもちょっとすごい工夫をされたなと、皮肉を込めてですね。うん、なるほどね。で、あと、
ちょっと意外とさっき吉田議員が言ってくれた人権問題担当補佐官が、はい、僕は皮肉を込めて、まあ、まだ発表になってないだけで、うん、あれ岸田政権の目玉だったですよね。高市早苗候補が私が総理総裁になったら人権問題担当補佐官を据えるということを言って、うん、その後、はい、じゃあ俺もっていうことで岸田さんが、うん、目玉政策にして、で中谷さんになったと、まあ、2年間中谷さんがやられたんですが成果もなく、終わったっていうことは、ね、まあ皮肉を込めて、はい、もちろん中谷元さんの後任はこれから発表されるんでしょうねっていうところにこれからも注目したいなと思いますね。つまり2年前の総裁選の時の目玉だったものが今骨抜きにされてると言ってもいいわけですよね。まあ、新しい資本主義ももう消えちゃってますけどね。まあそういうことですね。で、一番やっぱり我々が関心なければいけないのは、あれだけ問題になっていた木原官房副長官が実は自民党の中で絶大な権力を持てるようなことを岸田首相がそういう配置をしたということですよね。おっしゃる通りだと思います。それが一番引っかかりますよ。で、おそらく週刊文春の問題もですね、はい、まあ、いろんな情報私のところ入ってますが、どうも、文春側が危ないんですね、裁判になって、実はそういう情報が来てます。だからそこまで、予測してそうやってるのかね、分かりませんけど、ちょっとこれいろいろ気をつけてみる必要があると思いますね。かなりしたたかで用意周到というか、危ない感じもしますよね、うん、どうでしょうね。そうですね。何か付け加えることはありますか、どなたか。岸田さんかなりしたたかだということがこの後また取り扱う記事の中で、はい、じゃあ行きましょう、はい、読み解こうと思っております、はい、その前にですね、移民党と呼ばれる岸田政権についてちょっと話を進めてまいりたいと思います、はい、うん。